モンスター RB 実況プレイのパート9やっていきましょう。さあ、ここね、引き続き、今度は主だけ目指して進めていきます。なんだその格好？あ、トライアスロン。スピードに自信がある。はいはいはい。どうぞ。さっきいたな。ワンプやでー。オーケー。練習が足りないとかそういう問題じゃねえのよ。昔は虫取り少年、今は昆虫マニア。でもポケモンを愛する気持ちはずっと変わらないぜ。虫を使ってくるってことね、多分。昆虫マニア虫取り少年の上位互換来た。死人タネマ、地面入ってるからね、普通に通るでしょう。毒ケイル、カモメでいくか。翼で撃つ。まさかにそこそこ耐久あるね。もうちょ、エロい霧いりません。アゲハンとこのままいきます。いいね。めちゃ。ごれなさん。ウェーイあ、スーパーボールだ。距離スルーしちゃった。とりあえずポケ戦。カナーシュダトンネル。あ、ここさ、ゴニョニョしか出ねえんだっけ。一粒でか、いいな、確保しとけばよかった。俺もどれ？
あら。じゃあ、壊しちゃおうかな。あのよ。なんと、君がこの岩を砕いてくれたんだね。感謝の印としてこの秀山氏を受け取ってくれ。対応する秀山氏に違ったのね。はい。そいつには怪力が入っている。力持ちのポケモンに覚えさせれば大きな岩を動かせるよ。みちるさん、これからいつでも会えます。よかったです。さあ、私の手ゆっくり休んでください。はい。じゃあ、レポート。ここでは使えません。ですよね。鼻抜けとかな、持ってないんじゃない？いいね。いっか。出口近いし。レベル6。弱いものいじめになっちまうよ。わかりやすい。いたいた。うん、楽しみにしてよ。うん、あ、そうだ、怪力せっかくなんで覚えさせとこう。もちろん、まっすぐまに。まあ、攻撃技としても優秀なんで、まあ、頭突きの代わりに渡してもいいかな。頭突きのひるみも、いいけどね。よし。どうも。オッケーかな。たまに買い物でもすっか。よし、こんなもんかな。じゃあ、帰ります。だよね。ほったらかしてたもんな、こいつ。やっぱ購入か。ツバメ、行くまでか。わあ、ブリーダーだけあってなんか手持ちが多い。ジグザグマ、ジグザグマ。あー、まっすぐまで。あの、これなんだよね。当て身投げいいんだけどさ、こう、確定の技だからさ、ちょっと面倒なんよ。リバックだけも威力は高くねえもんな。これなら、多分、怪力打った方が強かったんすね。お、今度幕の下か。じゃあ、キャモメ。
オッケー。ここドラ。猫魂。で、当てみ投げ。うるせえ。もういいか。わお。あだ？関係ない。オッケーオッケー。じゃあ次の冒険へ、このまま行っちゃうよ。ダブルバトルだ。おにょうにょうとオイル。微妙にめんどくさいな。わあ、そっちか。レベルアップ。頼むぞ。頼むぞ。よし、ライフ。ナイス。吹き飛ばし。なるほど。遅えからな、途中したもん。待って。何？めんどくせえな。あ、受けちゃった。こんな番組最悪だ。ポリポケ？あ、違った。普通にピクニックガールだった。キノココか。わあ、この頃はね。そうだよね。間違えた。待って、待ってしてんのにキノコより早いの。おい、
話。マリルか、マリルか、このまま頑張るか。よし、九州に当たってないともしかしたら耐えられてたかもね。巻き直し、またクラブ送ってくれ。あ、この一番上にタグを見るってのやめてほしいな。あ、巻き直しなくなった。おーふ、ボーイスカウト、あ、ピクニックボーイってなんのかな、これ。キャンプボーイだった。ターンド、あざといな、そういうあざとい子にお仕置きだよ。は行かないんだよね。待てよ、確かここはだよね。これちょっと欲しい。ちょっと厳選しよう。このね、ドンメルパーティーに加えたいんで、ちょっとここら辺で作業入って、このドンメル、厳選します。はい。というわけで、ドンメルのね、勇敢な性格のドンメルを新しく迎えまして、レベルを上げてまいりました。他のメンバーもね、軽くレベル上げたんですけど、キルリアを、パーティーから外してドンメルが入った形になります。はい。まあちょっとね、グラエナ外そうかどっちにしようか悩んだんですけど、まあとりあえずこれでいこうかなと思ってね。ラルトスとかキリリア結構他のシリーズの実況でちょいちょい使ったこともあるからね、まあ今回はこれでいこうかなと思います。今回貴重な地面タイプと炎タイプ頑張ってもらいたいですね。あ、パーティー的にもこう言ってんだ。よっしゃー。というわけで、早速、先に進みましょう。あ、キャンプボーイ。ジグザグマン。オッケー。まあ、勇敢なんで、鈍速なんですけど、まあ、そもそもね、ドンメルは進化してもそんなに速くならないと思うんで、これでいきます。意地っ張りとか控えめにしちゃうとね、どっちか片っぽのタイプの技が死んでしまうんで、まあ、両刀にしたかったっていう感じですかね。いいね。
まあ、勇敢なので、どちらかといえば物理が強いっていう感じだね。まあ、いずれ地震とか使ってくれると思うので、これでいきたいと思います。演劇派なぁ。多分、ラルトスとか使え、まっす、フィリッパお前覚えられんの？やるじゃない、フィリッパ。割とありっちゃありだなぁ、フィリッパに。そっか、お前覚えれたか。いやー、ありだなぁ。ちょっと待てよ、後々の捕まえたいポケモンの覚えられる技によって、ちょっとこれ、ここで使うかどうか、結構、難しい部分なんだが、多分、問題ないと思うので、ペリッパーに使っちゃうか。電撃波ありっしょ。お前意外と、器用だな。なんなら母根の翼だって覚えられるでしょう。ね、まあ、今回ちょっとこれは残しておくんですけど、やる。いいね。優秀すぎん？はい。パスブレロね。フィリッパーでいきましょう。あーいいね。まあ翼で打つの方が効くのは分かってんだけど、使わせてみたいっていうね。いいね。こういう使い道ないもんね。ふっふっ。炎の抜け道。あ、怪力が必要だ。まあそうよね。あー足んねえ、ちょっと足んねえ、痛い。またはい、すいません。とりあえず抜けます。もらっとくか。シー好み。でもこれあれだな、ドンベル最初から持ってたな。モモ。モモ。シー号。
はいはい。エリートトレーナー、ラクライか。よーし、いいだろう。出番だ。効かんだろう。マグニチュード見せてやれ。6がどのぐらいの強さだったか細かく数字覚えてないけど、多分強い。ホエルコ、ホエルコはヘリッパー、電撃波。いや、ペリッパー優秀。派手取る場合か、貴様。おう、回復しきれてねえぞ。このままじゃないか。やっぱさ、優秀。ヘリッパーがマジで優秀すぎる。お、ここはなんだ。健康おばあさん。ああ、いいね。ちょっと休憩だ。パスカルー。はい。じゃあ、とりあえず、え、いや、いいです。じゃあ、とりあえず今回はここで一区切りとさせていただきます。いやー、またね、新メンバーも加わって、戦いやすくなりそうだ。もっと早く欲しかったくらいだ。ね。はい。じゃあまたね、次の順目指して、この表示で進めていきたいと思います。では、ポケットモンスタールビー実況プレイのパート9、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。